走る秒針、流れる彗星、謎の場所から生えてる毛束、ちょっと荒れ目な髪型だって、セットの力で頑張ろう。今日はリクエスト抽選企画、作ったウィッグはプレゼント。たった一つの見ていい角度、その名も名探偵コナン。はい、皆さんこんばんにちは、佐藤健です。今回は名探偵コナンの江戸川コナンくんの髪型を作っていきます。髪型は、まあ、前髪も特徴ありますが、やっぱりこの2本の毛束ですよね。今回この動画の中では説明の便宜上、こっちをヒレ、こっちをトゲと呼んで作っています。ちょっと魚っぽいですけどね。一番の問題はコナンくんがどこを向いてようと同じ髪型が私たちには見えているってことなんですよね。なんかコンパスみたいになっているんですが、こっちからしても見ちゃいけないんじゃないかなっていう気にもなってしまうんですが、できるだけいろんな角度から見えるように作ってみたいと思います。ベースはこちらのナチュラルな黒髪のウィッグを使っていきます。近くとか明るいところで見たらちょっと茶色く見えるくらいがいいですね。生え際が見える部分もあるので生え際パーツも使っていきます。コナン君耳が立ってるのと眼鏡もかけるので、こちらの耳がついてるマネキンを使ってます。ただこの子ちょっと頭が小さいので中にあんこが入ってます。そのため途中で人ではない何かのガサガサ音が聞こえますが、このあんこの音ですね。髪型的にこの辺り生え際が見える髪型になってますので、生え際パーツを縫い付けてちょうどいい形にカットしておきます。比べてみると結構この方がやっぱ自然になりますよね。で、後頭部のヒレを作ると多分この隙間が見えてしまうので、ここだけ毛束を足して隙間を埋めておきます。平均的にはだいたいこの辺りにつむじがある方が多いんですが、コナン君はだいぶ前ですね。そもそもこれをつむじと言っていいのかはちょっとわかんないんですが、アイロンを使って毛の流れを後ろ向きに変えていきます。全然関係ないですけど、皆さんコナンの主題歌といったら何を想像しますかね。僕は、まあ、世代バレちゃうけど、一番最初のザ・ハイローズからパラパラぐらいまでがリアルタイムで見てた世代ですかね。まあ、よかったらコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。毛流れ後ろに向けるとこんな感じです。続いてカットをしていきます。あくまで想像ですが、ショナン君じゃねえや、コナン君ショートボブの方が近いですね。なので多分皆さんの想像よりもちょっと髪長いかなと思います。まずは前髪をカットしていきます。前髪後でかなり根元が立ち上がるんですけれども、その状態で長さが眼鏡にちょっとかかるくらいかな。で、かなり軽い状態で切っておきます。で、そろそろ普通の人じゃなくなり始めるんですが、最初に話したトゲとヒレの部分をブロッキングしておきます。今ゴムで結んでる部分がそうですね。後ろの一番下ですね、襟足の部分は結構生え際ギリギリまで切り込んでおきます。この部分頭がくぼんでいることが多いので、あまり段を入れすぎないように丸みを残した状態でトゲは無視して切っておきます。上の髪はさっき切った髪とつなげずに上から重ねるようにかぶせるようにすると丸みをしっかり作れます。前髪を基準に斜めに引いて、後ろに向かって長くなるようにグラデーションでカットしていきます。耳の後ろだけは少し段を入れてすっきりさせておきます。コナン君のもみあげは2ブロックですね。この部分短く切っておきます。なんか学校によっては2ブロック禁止の学校あるらしいんですけど、まあ、僕ぶっちゃけどっちでもいいと思ってるんですけど、事件や事故に遭わないようにっていう目的があるらしいですね。って考えるとコナン君、うん、そうね。トゲとヒレは完全に独立した状態でカットしておきます。もうこれ切った時点である程度見ていい角度というか決まってきてしまいますので、好みの角度がある人はそっち側にこの2つを作ってください。待て、何をする。うわあ、現場に残されていたのは紙パックのドリンクと怪しい光る眼鏡。この密室で何が、ん、何がついている。このアーモンド臭、これはThank you.
ストレートアイロンを使ってセットの土台を作っていきます。さっきちょっと無駄話してたんで言ってなかったですが、温度は150度でやっています。根元にしっかりと熱を当てて立ち上げた状態で冷ましてあげるとしっかりと根元を立ち上げることができます。まあ、言わずもがなだと思いますが、人間では絶対にやらないでくださいね。連続頭皮やけど事件が起こってしまいますので、人間の時はドライヤーでお願いします。前髪立ち上げるとこんな感じです。襟足のトゲの根元を折っていきます。こちらも根元に熱を当てた後にコームのテールでしっかりと折り目をつけていきます。折る角度はしっかり前から見て見えるように折っていくといいですね。ヒレは1回スピード勝負があります。根元にしっかり熱を当てた後に急いでゴムを結びます。でこれが冷めた後に外してあげると根元がキュッと締まって毛先が開いているあの形を作ることができます。急がないと変なとこ折れちゃうんですよね。スタイリング剤はクレイジードライワックスを使っていきます。クレイ系のワックスはダマになりやすいのでしっかり伸ばしてから使ってください。バーロー、そんなわけねえだろ。美容室はスタイリング剤を生かす場所だぜ。このワックス今回初めて使ったんですけれども、思ったより良かったですね。ねじったら止まるんですよ。なんですけど、思ったよりもクレイジーじゃなくて串通したら治るので手直しもしやすい感じでしたね。サイドの髪はハードスプレーを使いながら耳にしっかりかけていきます。反対側も同じですね。今回のやり方だとヒレの下にこうやって隙間が空きやすいので、根元の毛束をちょっと持ち上げてそこからヒレだけ生えてるように見せていきます。ワックスとスプレーで足りないところはクレイジーミストを使っていきます。決してワイスパークさんの案件ではないですからね。たまたま僕が使いたくて2つ使ってるだけですからね。クレイジーミストをしっかりつけた後にドライヤーで乾かすことでしっかり形状記憶させることができます。狙った形になるように押さえながら乾かしてください。はみ出た毛束は切っておきます。ヒレの部分も同じように作っていくんですが、一回ちょっと変な形になっちゃったのでもう一度アイロンで熱を当てて形を直しておきます。かなり硬くてハサミが負けるので最初の長さはバリカンで切っておきます。全部一塊じゃなくて下の方にピュロンと出てる束が1本ありますので、そこも作っておきます。最初に見える角度1個だけって自分で言うといてなんなんですが、できれば横からとかも見えたくてヒレの角度は斜めにしてますね。これコナン君の髪型かつて作ったことある方もしいたらわかると思うんですけど、僕前髪で1時間迷宮入りしてましたね。もう何が真実かわからなくてゲシュタルト崩壊してたので、もうなんか途中でカメラとか斜めになってるんですけど、ふっとメガネかけたら、あれれ、これもしかしたらできてるかもしれないとなったので、まあなんか迷ったらとりあえずメガネ一回かけてみることをお勧めしますね。前髪のコツというか特徴、やっぱりこのふわっとさせてる根元とあとサイドのこの毛ですね、ここを細かく作ってあげるといい感じになりやすいかなと思います。最後にこれ確か最初はお父さんの目なんですよね、かけたら完成です。はい、ということでこれでコナン君の髪型が完成です。なんかいろんなものの角度とかを抗った結果、見える角度一つじゃなくなっちゃったんですけど、やっぱりちょっとこの辺怪しいのと、こっちからは本当にもう誰かわかんない髪型になってますね。蝶ネクタイはユニバのやつで本当に変性器ついてるんでちょっとでかいですが気にしないでください。で、ある意味ここからが本題ですね。今回のリクエスト企画は出来上がったものをそのまま視聴者プレゼントしますということでお伝えしてましたので、こちらを配送させていただきました。無事に受け取っていただけてよかったですね。また何かの節目でこういう企画するかもしれないので、今回当たらなかった方はぜひ次回またよろしくお願いします。NEXT コナンズヒント3位。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。